やってきたと思うんで、はい、もう僕らはそれをもう見守るしかないんでね、うん、もう頑張るのは本人が一番頑張るのは分かってるんですけど、はい、もうこちらはもう期待するだけで。そうですね、はい、飯田さんは、はい、本当に今もいい顔してますんで ね、 そうですね、楽しみですね、はい。まあ、この後の辰吉さんと飯田さんには放送席ゲスト解説で座っていただいて放送の方もよろしくお願いします、はい。さあ、まもなく WBA スーパーフライ級タイトルマッチ、セレス小林の2度目の防衛戦、まもなくゴングです。でも今日は寒いです。でもいいっすよ、とにかく勝ちたいですね。チャンピオンセレス小林、去年3月デビュー以来30試合目で世界の栄冠を手にした。9月には判定で初防衛に成功、そして今日迎えた2度目の防衛戦。最強の挑戦者が現れた。アレクサンデル・ムニョス、プロ転向後21試合全ての試合で KO 勝ち、ベネズエラの最終兵器。倒すか倒されるか、今決戦の時。日本の武道格闘技の聖地、日本武道館で初めて行われたタイトルマッチは昭和40年ファイティング原田さんのバンタム級の初の防衛戦でした。迎えて今日が日本武道館が迎える21戦目の世界タイトルマッチです。 WBA 世界ボクシング協会の本部のある南米最大のボクシング大国ベネズエラ、その首都カラカスから東へ車で8時間、サンフェリックスという町がアレクサンドル・ムニョスの故郷です。自らのラッキーカラーという赤と黒のガウンに身を包みました。まだその歩みは進みません。ムニョスが生まれて間もなく、そのお父さんは母国のドミニカに帰ってしまいました。ムニョスは自らのお父さんの記憶が全くありません。5人の兄弟を女で一つで育て上げてくれたお母さんのデルバージェスさんは、今日もベネズエラでひたすらに息子の勝利を信じています。チャンピオンになり、富と名声をつかみ、お母さんの望むもの全てを買ってあげたい。これもまた怪物と言われるムニョスの一面なのです。さあ、ゆっくりと進み始めましたアレクサンデル・ムニョス。アマチュアで172戦163勝、プロに入り21戦全勝、その全てを KO で飾ってきた完全無欠なるモンスターに与えられたニックネームはタイムボム、次元爆弾、あるいはエクスプロシーボム、爆発。いずれにしてもその両の拳から繰り出されるパンチを浴びたものは全てキャンバスに沈んできました。上体をゆっくりと揺すっています。一つ今息を吐き出しました。体をゆっくり揺さぶりながら日本武道館のそのアリーナへと歩を進めていきます。アレクサンデル・ムニョス、プロに入り一度のダウンもありません。いや、この顔面には一発のパンチさえ浴びた形跡を探すことはできないのです。怪物の登場を待っている日本武道館、今その勇姿を表しました。14歳でボクシングを始め、18歳の時に早くも結婚、この結婚を機にプロに転向しました。それからわずか3年余りでこの舞台に登ってまいりましたアレクサンデル・ムニョス。足の滑りを止めます。ベネズエラの連続 KO 大記録に並んでいるムニョス、新しい歴史の1ページを世界タイトルマッチという大舞台で記すのか。 WBA 世界スーパーフライ級1位アレクサンデル・ムニョス。続きまして赤コーナーより WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンセレス小林選手入場です。完璧なムニョスに対しセレス小林のボクシング人生はいつも何かが足りませんでした。デビュー戦はいきなりの敗戦、3年目にしてようやく出場できた新人王戦は決勝で敗退。
6年目に巡ってきた日本タイトル挑戦も2度連続の失敗。3度目の正直でようやく手に入れた日本チャンピオンの称号を胸に挑んだ世界戦でさえ引き分けという挑戦者にとって最も過酷な結果を小林にぶつけて終わりました。普通のボクサーならば引退を決意する挫折の連続だったのです。そんな小林を支えたのが巴夫人と愛娘の優香ちゃんの存在です。今日の純白のこのガウンにも緑の文字で優香という文字が入っています。守るべきもの、守らなければいけないものがある人間こそが強くなれる、そう小林は話しています。小林にとって守るべきものはチャンピオンベルトでも世界王者の地位でもありません。それは家族の誇りであり家族の絆です。娘の優香は相手が誰であれパパが負けるなんてこれっぽっちも考えていないんですよ。それに今度は神さんまで勝てるって言い出し困ったもんだ。試合を前に小林はにっこり笑ってこう話しましたが、その目は困っているというよりもならばその家族の期待に応えてやろうという決意に満ちていました。何が何でも勝つ、勝ち方はどうでもいい、汚な試合でも面白くないと言われてもこの試合にだけは何としても勝つ、勝つことだけに集中する、この試合で燃え尽きたとすればそれでも構わない、そうな決意を胸にリングに向かっています。両国国技館でやって横浜アリーナで勝って、そして今度は日本武道館、本当にボクサー冥利につける夢のようです。さあその夢の舞台へと向かうセレス小林、 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンセレス小林です。家族を守るチャンピオンの意地か、ボクシング大国の帝王モンスターか、まもなくゴングです。お酒は好きですか？睡眠足りていますか？ストレスは？WBA スーパーフライ級タイトルマッチ、日本武道館の戦いの舞台は整いました。
結婚記念日に負けるわけにはいきません。セレス小林です。ベネズエラの最終兵器アレクサンデル・ブニョス。砂漠レフェリーは95戦目のベテラン南アフリカのスタンレー・クリストドーロー。83年のハグラー・デュランのスーパーマッチ、ルイス・ホリフィールドのビッグマッチでもジャッジを務めています。さて WBA ルールを確認します。1ラウンド3回のダウンで自動的にナックアウトとなる3ナックダウン制。4ラウンドまでに負傷して試合が停止したときは引き分けとなります。第1ラウンドのゴングが早くなりました。その乾いた音の合図に両者がさっと中央に歩み寄りました。画面の手前になりました。白と青のトランクス、チャンピオンセレス小林、一方赤と黒のトランクス、チャレンジャーのアレクサンデル・ムニョス。おっと右、ムニョスの右です。放送席の解説は世界チャンピオンの4人の方です。ファイティング原田さん、浜田剛さん、そしてゲストに立吉丈一郎さん、飯田聡さんです。ファイティング原さん、はい、とにかくこの第1ラウンド注目ですね。そうですね、はい、前半で勝負だと思うんですよね。チャンピオンやっぱり後半になってからね、前半をいかにしのぐか、それが今日の小林の課題です。ハードパンチャーのイメージはないセレス小林ですが、1ラウンド KO というのはムニョスと同じ4回あります。ムニョスが出る、ポリー、ヘリー、ヒー、ムニョスが右、右、左、右、ものすごいロングレンジが飛んできます。さあチャンピオン、ちょっと下がりました。浜田剛さん、はい、ここまではどうご覧になりますか。ああ、今いいの食ってますね。やっぱり左左特に1回目ですね。ちょっといいの食いましたね。とにかくチャレンジャーのモヤスは21戦全勝全 KO。 今日もし KO で勝てば22連続 KO 勝ち、これはベネズエラ記録ということになります。ムニョスやっぱり1回目から狙ってますよね。はい、21勝全 KO ですが、この KO ラウンドまでに要したラウンド数はわずかに 3.33。 3ラウンドで確実に相手を仕留めます。右、小林完全にブロックしたいですね。ブロックしたい、ちょっとブロックを し損ねてる状態なんですかね。ちょっと顔面が赤くなってきました。チャンピオンのセレス小林、左、右、ムニョス、右のボール、アッパー。夏吉さん、はい、まず序盤はムニョスを見たいとおっしゃってましたが、ここまでどうですか。ちょっと小林君の方はちょっと向こうのペースに飲まれているというか、飲まれている効率というか、はい、ちょっと良くないですね。とすると飯田さん、はい、今のところムニョスのペースと見ていいでしょうか。まあ、そうか、ちょっと今チャンピオン反撃です。そうですね、まあ、ペースというよりも、まあ、ちょっともらっているのは多いですね。はい、はい、勝負は後半、しかし前半をできるだけ、まあ、イーブンペースで乗り切りたい、そう小林慎吾は話しています。アグレッシブに出てくる挑戦者の動きはある程度チャンピオン陣営としても小林陣営としても読んでいます。そこをどこまで耐え忍べるかというところになるんでしょう。第1ラウンド早くも残り20秒です。左、右、ストレート、左、ワン、ツー、ビアッとボディ、さあチャンピオン左を返す。いいパンチを打ちますね、ムニョスですね。はいはい、ただこの選手、今の打ち方でですね、後半まで行った場合は随分スタミナ消耗しますよ。スタミナという点では課題が残るアレクサンデル・ムニョスです。ここで第1ラウンド終了のゴングが日本武道館に響きました。それでは改めて放送席をご紹介しましょう。元世界チャンピオンの4人の方にお越しいただいております。解説したいですね。上に頑張りゃ面白いと思います、はい、あの打ち方ってやっぱりね、ムニョスは疲れてきてますね、はい、多分勝負してきてますね、はい、したがって、ま、ラウンドの間にもお話がありましたが、浜田剛さん、はい、できるだけパンチを打たせるのはいいんですけれども、はい、受けずに5ラウンドまで進みたいですね。そうしたら小林は根性、そしてスタミナはムニョスより上ですからね、はい、そういうところで勝負を持っていきたいですよね。少し左の目の上が腫れています。チャンピオンのセレス小林、第2ラウンドになりました。赤いトランクスはベネズエラのモンスターキングとも意味を取っています。あと右、21戦21勝 21KO のアレクサンデル・ムニョス。しかしチャンピオンは日本のセレス小林です。
アッパー。戦前チャンピオンのセレス小林はムニョスに関して一発当たったら一気に出てくるハードパンチャーというよりは速い連打が怖いですね、特に右のアッパーは要注意です、そう話しています。中間距離では怖いが接近戦では僕に分があると思います、そうチャンピオンの小林は話しています。だからどうやって、距離を詰めるか接近戦に持っていくかなんですね、はい、船越さん、はい、チャンピオン陣営の、ね、三浦トレーナーからは相手にあまり打たせると調子を出してしまうので、はい、手数よりもとにかく前に出ようと前に指示を出しています。あ、そうでしょう、それです、距離を詰めなければいけません。チャンピオン、さあ詰めた、前に出たいチャンピオンセレス小林陣営です。船越さん、はい、一方チャレンジャー陣営ですけれども、相手は硬くなっている、リラックスしていて、はい、はずみさんどうぞ。強いパンチをボディにリングの中央で打てと話しています。リングの中央でね、はい、いい狙いですね、はい、今のボディただやっぱりあのミネスとはもうちょっとスリープパンチを打ったんですよね、はい、ちょっと振りが大きいですね、振りが大きい、レンダーで打てばハードパンチャーですか、どん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 だから、空振りさせたら面白いですね、空振りさせて後半勝負、そうですね、右放っていきます、アレクサンデル・ムニョス。こうして見てますと飯田さん、はい、ムニョスというのは接近戦はあまり得意ではないと、ちょっと離れて戦うような感じもありますね。そうですね、アッパーですね、ちょっと今あのセレス選手、はい、チャンピオンパンチもらうときは、ね、いいですね、あっとセレスの反撃、セレス小林反撃、チャンピオンダウン、セレス小林ダウン、痛いですね、ちょっと笑いました、笑みがこぼれました、大丈夫か、チャンピオンムニョスの左、強烈な左のフックでした。さあ出てくる、ここはまだ十分に時間がありますがどうか、しのぎたい、しのぎたいチャンピオン、これもっとくつこってですね、もっと思いっきりくつこってですね、中間距離はいけません、もっと前へ、前に行け、思いっきりくつこってですね、よし残り30秒、ジャニラウンド、さあ今度はチャンピオンの反撃か、ムニョスはアッパーを狙っています、ムニョスはアッパーを狙っている、左のフック、日本武道館のセレスコール、残り10秒、ニュートラルコーナーに詰まった、右左、さあ2人の服を確認に、なんとか耐えた、なんとか耐えました、第2ラウンド段を喫しました、チャンピオンのセレス小林。辰吉さん、ムニョスの 1,2 ラウンドをご覧になっていかがですか。うまいこと込めた目に、ね、当たって、でもそこが効いてはないと思うんですけどね、タイミングが当たったんで、これほどのダメージはないだろうと、だ僕はこれで小林君があの目を覚めてこう前に行ってくれたら楽しくなる、はい、変わると思うんですよね。さあ試合は第3ラウンドです。飯田さん、はい、はっきりしましたね、ある程度前に思い切って出ないと小林たちは苦しい、左ムニョスが1ラウンド終わった時から肩で息してるんですよ、ね、あ、肩で息してるんですか。ちょっとスタミナがムニョスはないと言われていますが、その辺りはどうか、付近で打ってるんで、はい、この辺をちょっと本当にしのいでもらえると、本当に楽しいですね。21のダックアウトがありますチャレンジャーのアレクサンデル・ムニョスですが、その21のうちおよそ半分の9はこの第3ラウンドに入って記録しています。3ラウンドは俺の第4ラウンドに話しています。さあボディーブローはチャンピオンのセレス・バシレイ、ボディから右側が上に返せるんですね。上下のバランスですね。さあムニョスは実はこれは打たれたことはないんです。打たれ強さという点では疑問が残っています。これまでは圧倒的なパワーで相手をキャンバスに沈めてきたアレクサンデル・ムニョス、しかし打たれたことはありません。後半行くとですね、はい、ムニョス顎上がってきますね、顎上がってきますか、はい、だからボディから顔面を上がってきますね。ボディーブローチャンピオン小林はボディーブロー、しかしファイティングアナさん、はい、一瞬の油断もできない試合になりましたね。そうですね、話しませんね、はい、非常にでもあのムニョスはですね、はい、非常に大きいですから、やっぱり小林君の適当になってきますよ、はい、的確に。そして井田さんもおっしゃいました、肩で息をしている、ちょっと口が開いています。ムニョススタミナはないようです、スタミナはない、そう放送席は断言しておきましょう。したがって後半勝負に持っていかなければいけません。チャンピオンのセレス小林、ボディーブロー、いいですか今のボディー、はい、ようやく3ラウンドになって目が覚めたのがチャンピオンセレス小林、もっと前に出てほしいですね、もっと前に、はい、
プレッシャーかけて、はい、ファイターズとかいけますね。ボレブロー、ボディはちょっと嫌がってますね、明らかにチャレンジャーのモニオスは。さあ今度は接近戦、ローブロー両者に注意を与えます。レフェリーのクリストドーロ、南アフリカ接近戦になりました。ああちょっとこの体のバランスを崩しました、はい、体のバランスを崩しましたね、ムリオス。結構はこんなんじゃない、崩しながらですね、はい、ああ崩しながら打っている、はい、さあこの距離がちょっとこの距離は注意です。思いっきり中入った方がいいんですね、はい、思いっきり中入った場合のこのムリオスを大振りしますからね、はい、飯田さん、はい、接近してボディから上にこのコンビネーションですね、はい、最初の可能性はないですね、はい、ムニオスのパンチの打つリズムが独特なんで、ええ、1ラウンドちょっと感情もらっちゃったんですけど、あ、はいはい、結構これもうセレスパンチ見え出すとまだ面白くなるんですけど、ね、はい、5ラウンドまでは耐える、そして6ラウンドからが本当の勝負だ、そうチャンピオンのセレス小林は話しています。試合はまだ第3ラウンドです。ワッツ、さあ今度はムニオスの反撃、これで第3ラウンドはセレス小林のラウンドです。これはすごいな。得意すべきはムニオスの視力、検診に当たったドクターは 2.0 以上楽に見えていると話しています。さあ第2ラウンドダウンを切ったチャンピオンの小林ですが、第3ラウンドはようやくペースをつかみつつあります。あーっといきなりいった、一発のパンチ力という点では達也さん、ムニオスのパンチ力どうですか。まあ、パンチ力はありますけど、はい、ちょっとフィッシュ気味ですね。フィッシュ気味、ドスンと体も打ってますから、はい、打ってますけど、ただこれはスタミナをロスしますね。スタミナロスする、はい、とにかく勝負は後半中盤まで耐え忍びたいチャンピオンのセレス小林。もう少し思いっきり入りたいですね、中に、うん、突き放されると強いですよ、はい、この選手は、はい、終わった左、これはガードしていますチャレンジャーのムニオス。今回のプロモーターでもある経験ジムの本田会長は、とにかく相手は5回を過ぎると、あるいはスタミナが切れるかもしれない、多少劣勢であっても5ラウンドまでチャンピオンのセレス小林がしのげば後半は小林のペースになるのではないと挑戦で話しています。さあ中盤の腰が掴んだの、明らかにボディを嫌がっているボディが嫌がっているムニオスですね。嫌がっているちょっとスタミナが切れましたね。スタミナ切れた、はい、ただ一発の力があるだけにもらってはいけません。パワーがありますからね、パワーがある。さあこの距離からボディを打ちたいチャンピオンのセレス小林。地元茨城県の岩井市からは1000人を超える大応援が来ています。チャンピオンのセレス小林、ボディーブロー、マリーはムニオスの右です。ファイティングハナさん、はい、打った後にムニオスがこのバランスを崩しますが、そのあたりのチャンピオンの小林としてはチャンスなんですけどもね。そうですね、やっぱりちょっとキャップを見ていながら、はい、頭が出ませんね。あれ右アッパー怖いですね、右のアッパーね。ただこの選手はバランス崩しながら打ってくるんですね。バランスを崩しながら打ってくる、はい、一切構わず相手を KO してきたのがムニオスのこのスタイルなんでしょうね。右左顔面を突く、右左バレット反撃する。この距離もう少し詰めるといいんですけどね。もっと詰める、はい、もっと密着するぐらいの距離で小林が打てればいいんですね。はい、逆にムニオスを生かしておいて小林がガードしてですね、疲れた時にまたいないで打つといいですね。はい、一進一退の攻防になりました。第4ラウンド WBA 世界スーパーフライ級の決勝、チャンピオン日本のセレス小林、チャレンジャーは同級1位アレクサンデル・ムニオス。ムニオスは全戦全勝全 KO、 最強のチャレンジャーです。キャリーファイアー、小林の右、小林の右がクリーンヒット。さあムニオスの足が止まった、ここは小林がチャンスだ。一進一退の攻防、わずかに小林がチャンス、休ませないことはいいですよ。チャンスチャンス、ここでバング第4ラウンド終了です。アレクサンデル・ムニオスですが、
実は4ラウンド序盤の KO が17回、ほとんどは序盤に KO したものです。したがって飯田さん、はい、この5ラウンド以降はムニョスのスタミナというのはある意味で未知だというふうに言われていましたが、そうですね、もうスピードが落ちてきますから、はい、パワーはまだあるんですよね、だからどんどん振らせて空振りさせたいですね、はい、さあ5ラウンドまでしのげばあとは自分のペースになるはずだと、そう話していました。その鬼門の一つ第5ラウンドを迎えました。スタミナをなくすと打たれもよくなりますから、はい、チャンスはチャンスですね。あ、このラウンドは静かな立ち上がりです。12回戦で行われます世界タイトルマッチ、試合はまだ序盤が終わったばかり、第5ラウンドに入っています。第2ラウンド、ボディブローは、これはローブローか、そうか、今そうかと立吉さんがおっしゃいましたが、明らかなローブローというところまではない、ベルトの上あたりでした。それをあれほど嫌がるというのは、達也さん、やっぱりボディーブローは打たれるのは嫌なんでしょうね。そう思いますけどね、はい、ボディー打たれるとですね、呼吸がまたしづらくなるんですね、はい、さあ静かなこの第5ラウンド、ローブローをアピールしたムニョス、明らかにボディーブローを嫌がっています。2ラウンドダウンを喫したセレス小林ですが、3ラウンド以降徐々にペースを取り戻しつつあります。普通ローブローとか当たられるとボディを打ちにくくなるんですけど、はい、小林君はところ構わず打ちまくりますね、いい心掛けというか、それぐらいのものがあった方がいいですね、やっぱり。そういえばタイトルを取ったレオガネス戦もあのボディーブローが功を奏しました。船越さん、はい、三浦トレーナーもね、ボディが徐々に効いてきている、はい、まだ我慢してとにかく前に出て、はい、ついてもっと相手を押し込むようなボクシングの仕事、はい、嬉しいですね。さあ、ドミニスが出てきます。萩原さん、はい、小林の方のスタミナというのはどうなんでしょう。ダウンを一度していますが、小林君は徐々に後半といういいんじゃないですか、はい、はい、スタミナは大丈夫だと思います。はい、もちろんスタミナはある選手なんですけど、はい、打たれ疲れしないことですね、疲れですね、はい、当然スタミナ割っても打たれるとスタミナ落ちますからね、みんながそれで体力使いますからね、はい、ナイスボディブロー、危険な大事な状況でしたね。ここは距離を詰めたい、セレス小林距離を詰めたい、今のも腹に来ると思ってますからね、はい、腹に来ると思っているので顔面が空いているわけですね、はい、ちょっとこのガードが下がってきている、そんな感じもあります。 KO モンスターと言われたブレンデーラの刺客アレクサンデル・ムニョス、さあ接近戦になります。ボディブロー、小林のボディブロー、船越さん、はい、チャレンジャーサイドですけれども、指示はアッパーだアッパーだ、この1点だけです。セコンド陣がかなり慌ただしくなってきています。序盤の余裕から徐々に慌ただしく変わってきているわけですね。余裕はなくなってきました。余裕はなくなってきた、それはしかしチャレンジャーチャンピオン両サイドに言えることでしょう。ラッチギーミノフック、が空を切りました。チャンピオンのセレス小林、残り10秒になりました。第5ラウンド激しい接近戦、ここでゴング、息の詰まるような攻防です。今から33年前、今宵と同じ日本武道館で行われました西条正蔵とペドロ・ゴメスの WBA フェザー級タイトルマッチでした。以来今日は33戦目、日本の10勝、ベネズエラの20勝、3つの引き分けがあります。しかしこのところ日本対ベネズエラということでありますと、セレス小林が2連勝をしています。リング中央、試合は中盤の第6ラウンドです。ここからペースを取り戻したい、そう話していました小林。あっと来た、まだ一歩ずつ感じありますよ。ムニョスが来た、ニュートラルコーナーだ、逃げー、2度目のダウン、さあ今度はスタミナはどうか、ちょっと足に来ている、カウント8、さあこのラウンドまだ2分以上あります。ピンチになった、振りを小さくして思いっきり打つことですよ。さあセレスは特攻か、下がるぐらいなら前にテーブルタイム、チャンピオンのセレス小林、バッツ右左右、小林が来る、小林ピンチ、チャンスでございます、ピンチはチャンスでもあるというのはボクシングです。さあここは踏ん張りどころだ、ムニョスが来た、青
コーナー、ムニョスが狙っている。でもチャンスないね。達也さん、ボクシングは攻防一体のスポーツですから、はい、相手が出てくるときは逆にチャンスでもあるわけですね。自分がピンチの時はチャンスですよ。右やれ、さあ、ミネスバトル、ボディブロー、ナイスキーだ、キーだ、キーだ、さあ、それ下がってはいけない、下がってはいけない、前へ、前へ進まなければいけない、チャンピオン小林、右左、もう少し腰を落としたいですね。チャンピオンですね、小林ですね、はい、さあ、左右のフック画面に顔をつけた接近戦。もう今、土浦選手だったら絶対倒れてますよね。ああ、そうですか。チャンピオンすごいですね、これは。そこが一つ、家族が見ている、奥さんが、そして愛娘の優子ちゃんがリングサイドで見ている、そんな思いがあるでしょう。いや、これぐらい詰めたらあかんよ。残り40秒、村岡、あーっと、宮川、きたきたきた、第6ラウンド、辛いけど頑張るしかない、当たってませんもんね、あー、なるほどね、一発は当たるけれども、このあとの連絡ではな、ね、左、左、右、決してスピードのある選手ではありません、アレクサンデル・ムニョス、狙っています。小林、このラウンド、この試合2度目のダウンを喫しました。しかし、よく耐えています。残り10秒だ。連打を打ってほしいな。連打を、連打を打ってほしい。はい、噛まれてまとめ打ち、ボディフロー、まとめれば倒れると思う。ここで第6ラウンド終了。このラウンドようやく耐えました。わあ、優香ちゃんは今、眠りにつきました。そういえばタイトルを取った去年3月のレオガメス戦でも試合中はパパの勝利を信じてずっと寝ていました。傍ら心配そうに見つめるのが巴夫人です。この2人がリングサイドにいるからこそセレス小林は頑張れるんでしょう。さあ、試合は後半戦の第7ラウンドに入ってきました。ムニョス優勢に試合は進んでいます。ただ、ファイティングアラさん、はい、一方的にムニョスが優勢という試合でもないんですね。そうですね、ラウンのとこだけですからね、はい、でその後は面白いと思うんですよね、だからやっぱり小林君年取ってるとやっぱりあれですかね、そのダメージっていうのは全然、はい、怖いですけどね、松吉さん、はい、松吉さんは先ほどの終了間際にあれだけダメージのあったアウト、今のこれは話しました。連打をすればムニョスは倒れるというふうに話されてましたが、そうですね、もっとも出ないと思うよ、それに対する反抗、はい、あ、ダメージ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 ここで連打ですね。ここで小さい感じですね。小さい感じだ。さあ、詰めた、リッツ詰めた、ロングリッツ詰めた、着点と返して、これを大きいと相手の右、小さい感じでいいですね、小さい感じで、小さい感じ、あー、細かく、細かく小さい、ちょっと振り大きくなった、危ない、この距離は危ない、もっと脇を締めてですね、ムニョスも狙っている。もっと脇を締めて、うん、日本武道館が完成のため息に包まれています。まとめて、まとめて打ちたいチャンピオンの小林、狙わないとまとめて打った方がいい。一発一発の力よりもここは連打で、飯田さん、はい、相手が嫌になるような連打が欲しいですね。ですね、いやもう効いてるんですよね、はい、お互い効いてるんですよね、お互い効いている。もういつこの最強のモンスターと言われたムニョスが倒れてもおかしくない状況になっています。試合の方は2度チャンピオンのセレス小林がダウンを喫しています。試合は後半戦の第7ラウンドです。赤ムニョスが出てくる。小林は手数で負けてはいけません。まともに来てませんからね、はい、小林君の方が逆にまともに当ててますよ。あ、だから小林君も本当に連動した、はい、ドライブロー、もう少し距離を詰めたい、下がってはいけない、下がってはいけない、やっぱダメージあるんでしょうね、あ、3度目のダウン、さあ立ち上がれるか、立ち上がれるか、立った、立ったが大丈夫か、カウント8、試合続行、ダメージ深いですね、ダメージ深い、ダメージ深い、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ、巴夫人が優子ちゃんが一番上に見つめています。左、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 チャンピオンの左、パンチを小さいパンチでもいいですが当てることなんですね。残り20秒、さあ今度は詰める、アッパーを狙っているか、ムニョス、残り10秒だ、
小林にとっては厳しいラウンドでしたね。この一発が効いたというのもですね、はい、ダメージの蓄積なんですね。このダメージがなかなか抜け切れないようなダメージがあるんで、はい、本当苦しいですね。ムネスは打ち疲れですけど、小林の場合は打たれて疲れてきたところがあるんですからね、はい、さあ試合は第8ラウンドに入ります。チャレンジャーのアレクサンデル・ムネスは21連続 KO、 デビュー以来の KO 記録を21まで伸ばしています。今日もしこのチャンピオンのセレス小林に KO 勝ちを収めれば22連続 KO、WBA の本部のあるボクシング大国ベネズエラの記録を塗り替えることになります。さあチャンピオンの小林が前に出てきます。熊越さん、はい、チャンピオン陣営の、ね、高橋会長からはね、お前がチャンピオンなんだ、とにかく前へ行け、くっついていけという指示ですね。やはり前に出る、これが一つの今日のチャンピオン小林の、ま、使命でもあります。また来た、ムニオスがまた来た、狙っています。ムニオスも狙っています。狙っているムニオスに対して、小林も前に出たいんですけどね、随分消耗してるんですね、体力が。そしてムニオスのこの圧力もあるんでしょうね。あーっと右、ムニオスの右、こういったパンチもやっぱりダメージある中でのパンチですからね、はい、効くんですね。松吉さん、はい、かなり小林は苦しくなってきました。じゃあお互い様ですよ、お互い様、はい、自分が苦しい時は初めて、さあムニオスの連打、あーっとダウン、座ってしまった。これは決定的か、これは決定的か、よたび立ち上がれるのか、立った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 、さあこのラウンドまだ1分半ある、あーだー、試合終了。アレクサンデル・ムニョス22連続ナックアウト勝ち、小林キャンバスに出ました。日本武道館がシーンと静まり返りました。チャンピオンの全チャンピオンになってしまいました。セレス小林の意識は大丈夫でしょうか。今ちょうど青コーナーの羽鳥アナウンサーの目の前なんですが、チャンピオンの意識ははっきりしているか、全チャンピオンの意識。船子さん、はい、今私の目の前なんですけども、右手動かしてますね、意識ははっきりしています。最後は崩れ落ちるようにキャンバスに大の字になりました。全 WBA スーパーフライ級チャンピオンのセレス小林、ある意味でファイティングアナさん、あそこまで頑張ったのは家族が見ているこのリング上という思いがあったんでしょうね。いや最後までこれだけですね、頑張って頑張って本当にあの力尽きてあれですね、いいパンチで当たってますけど、はい、本当にここまで耐えてきて頑張って頑張ってあれですね、非常に残念ですけど、あっと、大丈夫ですね。セレスが泣いています、セレス小林が泣いています。名越さん、はい、今リングサイドではね担架が用意されているんですよ。あっとでも立ち上がりましたね、はい、あまり無理はしない方がいいかもしれませんが、傍らにはコミッションドクターの大月ドクターがついています。今 WBA 世界ボクシング協会の会長、白髪の人が画面の左に消えていきましたが、あの人がヒルベルト・メンドーサ WBA 会長です。その会長に健闘を称えられました前チャンピオンの小林、ああ、と謝っています。今赤コーナーの椅子に腰を下ろしました。辰吉さん、はい、試合悔しいですね。ボクシングコミッショナー、コミッショナー林、おそらく飯田さん、はい、22戦目にして初めてと言っていいぐらいムニョスもピンチを迎えたんですが、だと思いますね、やっぱりパンチ強いですね、パンチが強い、いや勝てなかったなという表情のセレス小林、一方の新チャンピオン22連続 KO、 ベネズエラ記録を塗り替えましたアレクサンデル・ムニョス。それでは新チャンピオンにお話を伺います。チャンピオンになりました、今の素直なお気持ちを。このセシエンテアオラ、bueno、 どうもありがとう、pueblo de Japón、日本の皆様どうもありがとうございました。
しかし厳しい戦いだったと思いますけども。Ha sido una pelea muy dura, ¿verdad? Kobayashi es un gran campeón, no hay que negarlo, yo como te lo dije, pero la pelea fue como te dije que no me pasaba 8 rounds.厳しい試合でした。それはもう前もって分かっておりました。厳しい相手を前に厳しい試合するのは当たり前です。皆さんにお約束したように8ラウンドまでに勝負をつけました。セレス小林選手に一言お願いしたいんですが。Un comentario para Ceres. Bueno, sí, que es un gran campeón como todos los japoneses, que es fuerte y estaba bien preparado porque sabía que iba a pelear conmigo y el récord mío, bueno, así estaba que era 21-0 y ya le dediqué el knockout número 22 al pueblo de Japón y lo hice y bueno, le doy gracias al pueblo de Japón y a todos y quiero volver a pelear en Japón porque me gusta el pueblo japonés. 小林選手は非常に日本のどのボクサーにも言えるように偉大なチャンピオンでありました。立派に調整をしてきて私と戦うための準備をしてきてくださいました。私は幸いなことに22度目の KO 勝ちを日本で記録することができました、日本の皆様に本当に感謝を申し上げます。ミラス選手にお話を伺いました。セレス小林にとってはこれがキャリアで5度目の敗戦ということになります。今日本武道館のリングをゆっくりと降りていきます。日本武道館の館内からはセレスコールが湧き上がっています。飯田さん、はい、ボクサーというのは勝ったまま引退するという人はほとんど歴史上いません。必ず負けて引退を考えなければいけない、その時がやってきます。泣いているセレス小林、その視線の向こうに家族の姿があるはずですが、29歳という年齢、そしてここまでやってきたキャリア、おそらく今脳裏に引退の文字がちらついていることは間違いないと思いますが。そうですね、多分、まあ、心から考えると思うんですけれども、はい、診察していたコミッションドクターの大月先生もね、意識がはっきりしているから大丈夫だというふうに言っていました。それからリングサイドにずっと見ていた WBA の面倒さ会長も、小林は素晴らしいファイターだ。それでは第7ラウンドをご覧いただきましょう。さあ、この試合2度のダウンを切っているチャンピオンのセレス小林、7ラウンドに入ってきました。ムニョス優勢に試合が進んでいます。ただファイティングアラさん、はい、一方的にムニョスが優勢という試合でもないんですね。そうですね、ラウンドのとこだけですからね、はい、いやその後面白いと思うんですよ、だからやっぱり小林君年取ってくるとやっぱりあれですかね、そのダメージっていうのは続けると怖いですけどね、はい、夏吉さん、はい、夏吉さんは先ほどの終了間際にあれだけダメージのあったアウト、今のこれはバランスしました。連打をすればムニョスは倒れるというふうに話されてましたが、そうですね、でも出ないと思うよ、それに対する反抗、はい、ああ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 ムニョスも狙っている、もっと脇を締めて、うん、日本武道館の歓声のため息に包まれています。まとめてまとめて打ちたいチャンピオンの小林、狙わんとまとめて打った方がいい、一発一発の力よりもここは連打で、飯田さん、はい、相手が嫌になるような連打が欲しいですね。ですね、いやもう効いてるんですよね、はい、お互い効いてるんですよね、お互い効いてる、もういつこの最強のモンスターと言われたムニョスが倒れてもおかしくない状況になっています。試合の方は2度チャンピオンのセレス小林がダウンを喫しています。試合は後半戦の第7ラウンドです。またムニョスが出てくる、小林これ手数で負けてはいけません。頭に来てませんからね、はい、小林君の逆に頭に当ててますよ。あだから小林君も本当に連打した、はい、ドライブロー、もう少し距離を詰めたい、下がってはいけない、下がってはいけない、やっぱダメージあるんでしょうね、3度目のダウン、さあ立ち上がれるか、立ち上がれるか、立ったが大丈夫か、カウント8、試合続行、ダメージ深いですね、ダメージは深い、ダメージは深い、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ、
鳥羽夫人が優香ちゃんが両脇を見つめています。左左左チャンピオンセレスの左パンチを小さいパンチでもいいですが当てることなんですね。残り20秒さあ今度は詰めるアッパーを狙っているか。右足残り10秒だ。今ため息に包まれています。それにしても達也さん、はい、ムニョスというのは気持ちよかったな。アイスでは記者会見が続いているところです。今比較的冷静にセレス小橋は試合を振り返っているところですね、はい。ムニョスに関してはとにかく荒っぽい怖い選手だったというセレス小林さんの置かれている状況も達也さん何度か苦しい思いをした世界戦の後の状況に似ていると思いますけれども、でもボクシングがボクサー犬屋社は日テレブランド出陣中。男にはチャンスがある、ピンチもある、空っぽ、チャンスとピンチに役立つんだから、よし働く人の頼れるローンモビ。小林対するはベネズエラの怪物、21戦21勝 21KO パーフェクトなファイター、 UBA 世界スーパーフライ級チャンピオンセレス小林。去年3月、ベネズエラの偉大な王者レオガメスをナックアウト、21世紀日本人初の世界チャンピオンに輝いた。ベネズエラの英雄ロハスを迎えた初防衛戦、インサイドワークに苦戦した小林だが判定で初防衛に成功した。巧みな試合運びと泥臭いまでのファイトスタイル、新たな王者像を作り上げている。そして今宵2度目の防衛戦、最強の挑戦者が立ちはだかった。挑戦者アレクサンデル・ムニョス、その戦績21戦全勝 KO 率は 100%、 まさに史上最強の挑戦者。小林に敗れたガメス、ロハスの祖国ベネズエラからの最終兵器、生涯一度もダウンさえ喫したことのないムニョスは言う、22番目の KO は日本で記す。王者に訪れた最大の試練、しかし王者はデビュー以来一度も KO 負けはない。全てを守るために倒れてなるものか。何でもいいっすよ、とにかく勝ちたいですね、まあ、負けたくないですね。王者のプライドか、最強モンスターか、世界のベルト渡すわけにはいかない。この放送は3期WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンセレス小林。普段はサラリーマンのセレス、冠婚葬祭用具の検品が彼の仕事。そして庶民派ボクサーセレス小林、チャンピオンになっても愛車セレス号と名付けた自転車で。そんなセレスの前に WBA の本部があるベネズエラから最強の挑戦者が送り込まれてきた。アレクサンデル・ムニョス、21戦21勝 21KO という恐るべき戦績の持ち主。今まで KO 負けは一度もないセレス、この驚異の破壊力を誇るムニョスとどのように戦うのか。わからない部分が多いんですよ。もしかすると本当の化け物かもしれないし、自分の持ってる力だった。史上最強の挑戦者アレクサンデル・ムニョス、
21戦21勝 21KO、 茨城でムニョスの右アッパーの前に敵はなかった。まだ23歳のムニョスは自らをこう呼ぶ、タイムボムと。 WBA 本部のあるベネズエラから最強の刺客はやってきた。セレスに敗れた同郷のガメス、そしてロハスの仇を討つために、そして世界のベルトを取るために。果たして次元爆弾ムニョスは今夜も炸裂するのか。チャレンジャーの控室です。チャレンジャー今朝は8時に起きました。朝食を取った後散歩をし、その後お腹が落ち着いた後、なんと1時間30分昼寝をしたそうです。非常にリラックスしています。武道館に到着した後もこの控室、大きな笑い声が漏れるほどです。少しさすがに表情締まってきまし、締まってきましたが、タイトルマッチ前とは思えないほど余裕です。驚くほどの余裕を漂わせているチャレンジャーです。達也さん、このセレスはムニョスのどういうところに気をつければいいんでしょうね。てかさ、もうムニョスっていうんですか。はい、そうです。試合を見たことがない。